それじゃ始めよっか。主役はモビルスーツだから、まずは操縦をきちんとマスターしてね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。強襲型モビルスーツは敵の支援型をいち早く見つけて倒すことが最大のお仕事だけど、機動性や近接戦闘能力を生かした陽動やかく乱も大事なんだよね。地上でモビルスーツの足が壊れるとまともに移動ができなくなるから、脚部の損傷と負荷には常に気をつけてね。逆に敵の脚部はガンガン狙ってこう。